はい、こんにちは。Z の6乗プラス1イコール0を、解いてくださいと。できれば複数の解法でと。私、細かく分けて3つ、大きな分類で言うなら2つの方法を示したいと思います。で、これまず、Z の6乗イコールマイナス1っていう、この瞬間に、ってか、まあ別に移行する前からかもしれませんが、偶数上でマイナスってことは、これも明らかに実数解はないですと。まあなんで、特に複素数の範囲でとか書いてないからってんで、解なしと。まあそれはそれで、いいです。まあ、それも別に間違いじゃないでしょうと。別にテストじゃないんで。まあ、ただ一応もう、明らかに虚数解しかないのが分かってて、解いてくれって言って、だからまあ、虚数解。で、6次方程式なんで、まあ、6つ解があるでしょうと。いうことで、じゃあまず一つ、6乗して、マイナス1になるか。これはもう明らかに絶対値は1なんだろうから、で、実数じゃないんだから、まあ、i は答えの一つだろうなと。で、じゃあ i は6乗してみると実際に、i の2乗の3乗なんで、これはマイナス1の3乗だから、マイナス1で、ただ確かに答えだと。ってことは、6乗して1、マイナス1になる一つの解が i、ここだと分かったら、6乗根は一つの解を頂点とする正六角形になってるよっていうことで、この6つが解ですよっていうふうに、と方法で、で、まあもちろんここで、そんなのなんでっていう人もいると思うんで、じゃあ一般的に、Z の N 乗が、もう別に実数じゃなくてもいいですと。A プラス BI と。複素数。だったときに、まあ要するに、Z の N 乗方程式ですが、N 乗の項しかない。N 乗イコール複素数っていう。N-1 次の項とかそういうのがない。N 次方程式の場合に、じゃあこれ、まず A プラス BI っていうのを極形式で表したときに、は表せるんで、括弧と適当に設定すれば。プラス I サインセータと。で、まあ R はもちろん絶対値なんで、0より大きい実数と。もちろん R0 だったらもう、Z の N 乗イコール0。0は何乗しても0なんで答えは0だけですと。まあそれはじゃあ別特殊なものとして除いといて、R が、0より大きい実数ですと。絶対値。じゃあ、求めたい解が、Z が、まあ、仮に P、やはりこれも極形式で表したとして、cosα プラス i sin α だと。じゃあ、そしたら、これを N 乗したら、こうなりますよと。これの N 乗、すなわち、これの N 乗がこれですよと。ってことは、要するに、ドゥーマーブル使えば、P の N 乗括弧コサイン nα プラス i サイン nα が r カッココスセータプラス i サインセータなんで、じゃあまず絶対値に関しては p の n 乗が r と。で、ここでももちろん p は0より大きい実数ですと。正の実数。じゃあ p はこれは、これも正、これも正なんで n 乗根R というふうにしていいでしょうと。ってことは、まず、この解っていうのは、解は、半径 N 乗根 R の円周上にありますと。で、じゃあ角度はっていうと、nα が θ で、プラス 2L か。N は使っちゃってるんで。何周してもいいですよと。じゃあ、α は、n 分の θ プラス n 分の 2πL と。で、L っていうのは0、1、2。で、n まで来ちゃうとちょうど一周してこれと同じになっちゃうんで、じゃあ n-1 までの n 個、L は。0から n-1 まで。じゃあ、この解っていうのは結局、ある一つの解っていうのが L イコール0の時。L イコール0の時が n 分の α、θ だ。n 分の θ。で、そっから、n 分の 2π ずつ、n 分の 2π ずつ、n 分の 2π ずつ角度を増やしていったのは解になってて、で、n まで来ると一周しちゃうよと。だから、l イコール n-1 まで、全部等しい角度になってるから、正 n 角形の頂点が解になってます、ということ。なんで、これで、まあ、解が出ちゃったと。本当X が Z か、Z イコールプラスマイナス i と、ここは、
30度なんで、正六角形だから。ここ60度。なんで、ここの座標は、2分のルート3プラス2分の1、あれかな。そうすると、ここは強約な複素数。で、こっち側は、虚部は同じで、実部が符号反対なんで、もうプラスマイナス2分のルート3プラスマイナス2分の 1i とプラスマイナス i。これで、これ、複合全部 OK。複合全部 OK だから4つ。プラスプラスプラスマイナス。マイナスプラスマイナスマイナスの4つ。と、プラスマイナス i の6個が答えになるっていう方法。と、じゃあ、もう別の方法としては、まあ、これいいや。z、偶数上ですけど、これ2乗の3乗とみなせば奇数乗にもなってますと。奇数乗だったらプラス1でも因数分解できると。z の2乗プラス1、z の4乗マイナス z の2乗プラス1イコール0と。例えばこっちイコール0は、プラスマイナス i で簡単なんですが、じゃあこっちイコール0を、z の2乗を、まあ、t とでも見なせば二次式です。二次方程式。二次方程式なんで、まあ、もう特に置き換えずに z の2乗はっていう、解の公式使えば出ますと。2分の、マイナス b プラスマイナスルート b 次乗マイナス4だから、マイナスになって 3i と。そうすると z の2乗が虚数。これさすがに z イコールプラスマイナスってルートくっつけちゃって、ルートの中に i があるのはさすがにまずいでしょうと。ということで、でもまあこれ今、さっきの話で解けません。今度は2乗が複素数なんで。で、しかもこの複素数って極形式で表すと非常にいい数ですね。絶対値が2分の1の2乗足す2分のルート3の2乗なんで1ですと。ってことはこれはコサインで、しかも2分の1対2分のルート3だから60度3分の π プラス i サイン3分の π と、プラスマイナスはこれこうか。そしたら結局角度は2乗して60度なんで、ドゥームバブル使えば結局変角30度、まあ、ですからまあこれが出ると。これを2乗イコールこれっていうふうにしても、z は、まあ、ドゥーマルの反対使って、コサイン、30度、プラス i サイン、30度。で、まあ、30度プラス一応、2、ちゃんとやるならば、ちゃんとやるならば、z を、コサインセータープラス i サインセーターと置くならば、z の2乗はコサイン2セータープラス i サイン2セーターで、2セーターが3分の π になってるんで、3分の π プラス 2nπ と、2lπ。あ、個別 2n でいいですか。2nπ と。なんで、セーターは6分の π プラス nπ と。なんで、30度のところと、そこから180度またここ。で、ここがマイナス60度の時に、マイナス30度と180度またこの4つが出るっていう方法と、もう、複素数使わないという方法として、これ、因数分解できますと、無理やりなら。ここが平方数だったら、無理やり因数分解できます、四重式。z の2乗プラス1の2乗にすると z の4乗と1は出てくると。でプラス 2z 2乗出てきちゃうんで、ついつま合わせるためにマイナス 3z 2乗すればいいと。そしたらこれは z の2乗プラス1の2乗、これを無理やりルート 3z の2乗とすれば z 2乗プラスルート 3z 足す1と z 2乗マイナスルート 3z プラス1っていうふうに因数分解できるんで、これイコール0、これイコール0っていう実数係数の二次方程式が2つできるんで、そしたら解の公式使って2分のマイナスルート3プラスマイナス b の2乗3引く
4だからマイナス1なんで、ルートマイナス1だから i と。で、こっちも2分のルート3プラスマイナス i っていうふうに、これで2つ2つで、もちろんこれのプラスマイナス i の6個解が出ますということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。